こんにちは。モーターボートレーサーの梅平慎二です。ボートレース丸亀、ボートレースチケットショップ、朝倉開設28周年記念競争にね、帰ってきました。今回引いたモーターはですね、4号機、24%。これはね、上からね、33番目のね、あまりいいモーターではなかったですね。ボートがね、52番でね、35%。丸亀ね、前節が四国畜線ということでね、いいエンジンをずっと使ってたんですよ。その関係でね、今回はまずね、使ってない下のエンジンからこう出場ということで、上は勝率 50% のね、65機も出てましたが、40% 台のエンジンもね、9機出場ということで、上とね、下とね、ちょっとエンジン差のね、あるシリーズでしたね、今回はね。その影響もね、あったんでしょうか。全圏タイムの差がね、これがね、結構あったんでね、ちょっとね、びっくりしたんですけどね。勝率 50% の65号機を引いた横田茂さんとはね、全圏の班が一緒で、一緒にスタート練習したんですけど、もうね、伸びがものすごいんですよね、これはね。まあ、勝率はあまりなかったけど、荒井輝俊さんも、まあ、伸びがすごくてね、これ。まあ、この二人はね、展示タイム、すごく良かったですね。この2人をですね、抑えての全圏タイムトップだったのが、広島の先輩のね、河本誠さんだったんですけど、河本さんのね、エンジンがですね、64号機。これはですね、出走表にもね、書いてあるんですが、この辺りなんですけどね、非開催日にね、部品交換をね、してます。ダケースとキャリアボディを交換してますね。これがね、多分ね、効いてるんですよね。で、河本さんもね、言ってましたけどね。全圏タイムトップの河本誠さんはですね、今節最年長のね、62歳の大ベテランの先輩なんですが、今節のね、最年少のね、なんと17歳のですね、山口の野田彩香さんということでね、その年の差はなんと45歳ということで、男性と女性が戦う、さらにこの年齢差でもまた戦うというね、このがまたボートレースのまた魅力の一つではないですかね、ほんとね。ボートレースはですね、15歳から応募できるんですけれど、今ね、ちょうど第131期のね、ボートレーサーを募集していますと、出走表のこの辺りにね、書いてありますが、3月のね、12日が必着締め切りということで、ね、興味のある方は申し込んでみてはいかがでしょうか。2日目からはね、プロペラと整備でね、伸びもね、少しずつ良くなってきましたね。まあ相変わらずターン周りがね、いまいちで、ちょっとターンしても前行かないような感じはしてたんでね、プロペラ調整はね、ずっと続けてました。予選はね、第9位で通過することができました。なんですけどね、予選最後の陰線もね、逃げることもできず、準優勝戦の前のね、一般戦もね、なんか余裕のないレースでね、これじゃまずいと思って時間なかったんですけど、準優前にね、思い切ってペラをね、叩き直して準優勝戦に行ってみました。それでは準優勝戦の映像をどうぞ。準優勝戦です。枠内の侵入となっていきそうです。丸亀ブルーナイターボートレースチケットショップ朝倉開設28周年記念。前半レースが終わってね、時間あまりなかったんですが、もうこれじゃちょっと勝てないなと思ってね、思い切ってペラを叩き替えての準優勝戦になりましたけど、3号艇上平慎二、4号艇末永伊楽、5号艇向井美須、6号艇オリジナルタイムもね、しっかり出てたんでね、なんかいい感じで調整できたかなと。これならね、なんか戦えるかなっていう思いでしたけどね。船橋しっかりレースを重ねることに手応え、しっかり掴んでいます。ここまでオール船圏絡み、1号艇新井、そして2コースには2号艇前本康和、
逆転大広角2コース戦です。そして3コースには3号艇同じ広島支部の上平慎二、ここまでがスローとなります。結局枠番通り角の4コースには4、3コースなんで ねスタート行って攻めていくレースを、ね、思ってました。そして最アウト6コース6号艇吉永則夫、スロー3艇1二3ダッシュ3艇4号6枠なり3対3です。第9レース準優勝戦インコースからスタートをね思い切っていけて、いいタイミングでいいスタート切れましたね。スタートしました。内側の4艇がほぼサラナイスギとわずかにインと3コース1号艇3号艇優勢、先前は1号艇荒井、外行った3号艇上平、イメージであそこでもっとしっかり帰ってきて1の間に入らないといけないけど、ちょっと1番も逃して回った感じだったんでね、ちょっと流れたって感じですよね。それでね直線コースに入って2号艇前窓が2番手優勢、なおスタートは正常となっています。一周にマーク潜り込んできた3号艇上平、ここ2マーク上手に回れたんでね、まだ2着勝負できましたね。ここでね内に切り返してね、ここ先に回させてって思いでね、こう回させてくれたら今度ね引き波入らないようにゆっくりじっくりとね、前山さんもしっかり刺してきたんでね。次のマークでもう一度勝負つけまいこうと思いながら、ここ最初にちょっと跳ねてしまったんですよね、ここでね。それでちょっといけなくなって差し構えになって、もうずいずいする感じですよね、本当ね。あとはねもうついていくのがね精一杯でしたね、ここからはね。前本康勝、3番手からは3号艇上平慎二、バックストレッチに入って上位体系1番2番3番の体制となっています。後方も差がついて4号艇5号艇6号艇、レースは最終コーナーへと移ります。先頭は1号艇新井照俊、2番手2号艇前本康勝、内側から3号艇上平接近も、上位3艇は1番2番3番で第9レースゴール、先頭1番新井ゴール、2着2番前本ゴール、3着3番上平ゴール、4番末永ゴール、5番6番のゴールです、ご覧のようにですね、結果はね3着ということでね、優勝戦にね出場することがね今回できなかったです。プロペラをね叩き直しての、まあ、大幅に叩き直したんですけどね、丸亀のオリジナルタイムもしっかり出てたし、すごく感じも良かったんでね、思い切ったレースもできましたしね、まあもう一足惜しかったなっていう感じでしたかね。今節の優勝は広島の前本康勝さんでした。おめでとうございます。次節は3月5日よりボートレース小島を走ります、ね、次はねしっかり優勝戦に乗れるようにねしっかりと走っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。動画を最後までご覧いただいてありがとうございます。2日目のですね後半レース1号艇の時にね、これは展示構想でしたけど、ピットから離れてね小回り回ったところでねエンストしてしまったんですよね。スプッとでロープ引っ張ってねエンジンかけようとするんですけどね、まあこれがかかんなくて、まあ、結局出遅れだったんですけど、そういう時はねどうしてもかかんない時はエンジンをね跳ね上げてプロペラを水面から出すような感じにこう跳ね上げてこうロープをかけるんですよ。そしたらまあ水の抵抗がなくなってちょっとエンジンがかかりやすくなるっていう、まあそんな感じになるんですけど、まあそうやったらかかったんでまあそのままね展示構想には行ったんですけどね、まあそれでもね本番でねエンストするとねまたかかんないんじゃないかな、もうドキドキの本番 にはなりましたけどね、そしたら今度エンストしちゃ嫌なんでタイマーを落とせなくてねスローが高い状態でなんかこう進入も深くなっちゃったし、なんかリズムの悪い
感じでしたかね、なんかね、うん、なんかね丸亀ちょっとエンジンがねかかりにくい、まあ、みんな言ってましたけどねかかりにくいって言ってたんでね、あの丸亀に出られる方がもし見られてましたら、あのいつも以上にロープを力強く引っ張ってくださいね。ありがとうございました。スマイル選抜の周回展示を行います。1号艇広島上平慎二。